カジノゲームとはカジノで行われるゲームのことである。カジノゲームは大きく下記の3つに分類される。ルーレットやトランプゲームなどのテーブルで行うゲーム。クラップスなどのダイスを使用するゲームも含まれる。テーブルにはディーラーがいるのが一般的。最もゲームの種類が多い分野である。スロットマシンやビデオポーカーなどのカジノゲームはゲームマシンに分類される。 ゲームマシンとは一般的に個人で機械を相手に行うカジノゲームのことを言う。ゲームマシンの場合、カジノ従業員などがついていない。一台一台がコンパクトであるため、一つのカジノ内で最も台数が多いケースが多い。ランダムナンバーゲームとも呼ばれる。ランダムゲームとは、カジノ内のテーブルなどに置かれているチケットや紙などに書かれているものがゲームとなっていて、 個人で行うようになっている。機能などのカジノゲームはランダムゲームに分類される。スポーツブックなどのようにカジノ従業員がいる場合もある。ありがとうございます。